英語英文科です。改正難しい。もう走らんかったら間に合わんよ。 YouTube 怖い。おはよう、始まりました、もちえちゃんに。さあ、今回はですね、小倉さんにやってきてもらいました。よろしくお願いします。はい、お久しぶりでございます。お久しぶりです。現役の総大生、はい、早稲田教育学部英語英文科です。お自ら言いましたね、今、はい、英語英文科で、はい、ウォーミングアップしたということで問題解く気満々ですね。す、今日はちょっとしごかれに来ましたので、ボードとペンまで持参して持参じゃない、用意してくださってました。ありがとうございます。いきなりもう何をやるか聞かされてないと思うもうバクバクです、心臓がこっから出すわけじゃないですか、ね、あ、じゃないですね、はい。どっから出てくるのか、こっからです。え、うわー、私ちょっとやばいのではやばいのでは。高校入試ですね。高校入試、もうわかんない。あれ、高校入試自体は？高校入試はしました。公立と、あの私立と両方受けたんですけど、うん、あんま記憶がもうないですね。じゃあ、大倉さんが受けたことのない、はい、もう大阪の高校しか受けてないんで。ああ、じゃあちょっと関東の改正になりますこれ、どんなもんなんですか問題も見たこともないし。まあそうでしょうね、はい、男子校ですから入ることもね。そうですね。まあどっかやったらね、ちょっと時間かかっちゃうんで、はい、文法、文法やってみましょう。文法という響きがもう久しぶりなの。多い文法、そう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 。ここに書いていったらいいですか。はい、まずは共通語保持問題ですね同じ綴りの一語を書きなさいですね。はい、これできるもんですか、どうですか。ちょっと一問難しかったです。まあ概要欄には私が書いたやつも貼ってあると思いますちょっと待ってくださいね、一旦飛ばそう一旦飛ばそうここずっと早振りですいや、待って顔を確認しない顔確認しない顔確認しない、え、違う、いや、いや、ペイモニペイ、んー、あ、エリソルピー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 ピ
これが頭硬すぎますよね。ペイの方は絶対お金なわけじゃない。はい。もう一個はお金じゃないよ。さっき開いてたページにタグ語が2つありましたね。ありました。一つはファイン、もう一つ、うん、ファイン入らないじゃないですか。これガチですね、やっぱこのチャンネル。いつも問答無用でやらせる。沼にハマって払うものあるじゃないですか。払うものもかなり大人は払うことが多いですね。子供は払ってる人あんまりないですね。タックス、いや子供も払ってます。消費税払ってます。大人が払う年金、利子、利子、英語で利子、さっき出てきた利子出てきた、利子だ、利子、なんだっけ、利子、イン、合ってます、はい、イントレストが正解です。本当にすいませんでした。なんでこんなオフがあったの、すいませんでした。あれだったらもう遅い、本当にごめんなさい。さあ最初はどういう意味かってことですね。すみません。The boy always、 はい、これどういう意味ですか、最初の字。引き裂く、パンツ引き裂く。なんて、すごい言い方。もう破れるってことですね、つまりね。破れる。Tears his pants when he plays outside。 そう、引き裂いたらめっちゃ面白いですけど、ね、なんかこう、バーってやる男の子がいるのかなと。変態。破れちゃう、擦り切れちゃう。で、二つ目が、まあヒントになるやつですよね、この二個目の穴が。The small child was crying, so her father wiped away her
tears ね、そうです。 tears と tears って発音が違う。これはなんとか分かってよかったです。2番、そうですね、これはまあ知らないと難しいかなと思いますね。だなんとか of the essay is good but there are too many grammatical mistakes。 エッセイ採点するときに文法点と何点で採点するか知ってますか？内容。そうです、答えです。内容はコンテン、はい、正解です。コンテンツですね。この下は何ですか？下は、はい、後ろに Wiz がいたです。The student was quite なんとか with the average score he got on his test。 これは確かに浮かびにくいですよね。はい、満足ですね。コンテンツ、はい、で、満足っていうあれですか？コンテンツになれば満足したんですね。もう全然覚えてない。じゃあ書き足して名詞の場合はコンテンツで、形容詞の場合はコンテンツですね。コンテンツ、 be content with が be satisfied with とかと同じ意味になりますね。うーん、3番目、 there were 30 people なんとか at the meeting。 はい、これはプレゼント、うん、そうですね、プレゼント、出席してるっていう形容詞とプレゼント、そうです、っていう this words are present from my sister ね、シスターからのプレゼントですという2つだったわけです。これしょっちゅう出てくるんで、高校入試の問題解くのやったら何度も出会いました。あ、そうなんです、よく出るなと思った。で、次が4番、 Can you wait Chester なんとか I'm almost finished で、at this year's school marathon he did very well and came in second place。 正解ですね、はい。Just on の時点で何個かに絞ってどれが入るんだろう、モーメントとかね、はい、そういう風にやるんですよ。 Just a minute, second とかってやると、で、まあこれもよくある対応で、5番が難しいと思いますね。 Why did you kick your sister? Did she do something? なんとか言う、ここに入るのが何詞ですか？形容詞。そう、形容詞ですね。形容詞だからむずい。次のやつが Being alone doesn't always だから、ここに入るのは動詞、刺激動詞っていう風に見たらもうゲームオーバーです。答えは出せないです。なるほど、だからさっきゲームオーバーしたんですね。そうだ、メイクって書いてある Make you feel っていう風に考えちゃうともうおしまいですね。メイクハブレッドで原型って見ちゃうとおしまいで、近く動詞を考えても See, Here とか Find とかやっても全然出ないんですよ、うん、だからこれザッとせずのザッとが抜けてるんだなっていう風に気づかないといけないです。ああ。You feel っていうのはザッとせずの中の SV なんですよ。 OC だと考えてしまうと答えは出せないんです。そして形容詞にもなるっていうともう一個しかない。 Doesn't always follow か mean なんで、でどっちかって考えた場合に follow か mean mean to you、 ああ、なんか意地悪したの、そうそうそう、意地悪なっていう形容詞になるのでっていうものです。この問題は難しいです。難しい。で、6がそう、ハンドは正解ですね。 I have to hand in 提出するって言ったし、 give me a hand 助けてっていうのも、いや、よかったです、できましたし、最後がめちゃめちゃ苦労した。ごめんなさい、ほんとすいません。これは If you borrow ほら、マニー、お金借りるじゃない、お金を借りるときに払うものって言ったらもう利子しかない。 Do you have any interest in all Japanese castles? だから興味、確かに、どっちから言っても確かにこれは全然出せました。くそー、高校入試なのに、はい、はい、くそー、めっちゃ言っちゃいましたけど大丈夫ですか？いや、もう全然ダメです。さて、じゃあこっちに行くか、はい、あー、前置詞ね、前置詞ねええ、怖い。早い、さっきとは大違い。I know she helps all the time, but it really is kind of 正解ですね。 Kind of hard ですね。逆になんか違うのかな。すごい。 Kind of 人、正解です。もちろん知ってますね、はい、This bag is too big, could you show me another 正解です。別の YouTube 怖い、怖い、 YouTube 怖い。 Let's run, we'll miss the last train。 これが Unless 正解です。 Unless we っていう意味はもう走らなかったら間に合わんよ。そうそうそう、正解ですね、正解です。走らなかったら遅れちゃいます。さすが高校生。Can you finish the work なんとか tomorrow morning by tomorrow。 はい、全問正解です。よかったです。明日までにってやつ。穴埋めはスラッといけてよかったです、はい、ということでやってみました。改正の問題どうでしたか？いや、ちょっと手こずってしまって本当に申し訳ございませんでした。謝罪会見みたいな。でも難しいですから、なんか高校の問題をこうやって解いてみるのもすごい、自分でちょっとあ、もう一回やり直さなきゃみたいな、うん、萩語とかやっぱ使わなきゃ忘れちゃうってめっちゃ思いましたね。出ないですからね、出題されないんで。
やっぱ多義語問題とかはやっとかないと、共通語保持ある人ですね、ちゃんと練習しとくっていうのが大事だと思いますんで、はい、そんな感じなんですが、まあ大倉さんのねチャンネルも貼ってありますので見てください。お願いします。今後またいろいろね大変だと思いますが、いろんな、だってもう卒業もあと1年半で、あ1年半ってことは、そっか、就活とかね、そうですね、今3年生、はい、いろいろあると思いますんで、さあそちらもぜひ見てみてください。今後の大倉さんもね全然違うチャンネルになってるかもしれないしそうなんですか、就活系になってるかもしれないし、はい、ぜひチェックしてみてください。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。